ジャズ喫茶カリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はピアノトリオの名盤をお届けします。今日のレコードはこちらにあります。はい、レッドガーランドのグルービーというレコードです。必ずジャズの本には取り上げられるピアノトリオの名盤です。はい、もうこのジャケットでも、どこへ行っても見かける、そんな名盤中の名盤ですね。はい、はい、それで、レッドガーランド、マイルスのオリジナルクインテットで語られることもありますし、ジョン・コルトレーンとのグループで取り上げられることもありますが、やはりレッドガーランド、すごい人だなと思います。もう彼らよりは年上ですし、もう古くからやってます。もうブルース魂を持ってます。それで今日はこの曲で決まりだなというこのレコードでは、 A 面1曲目に C ジャムブルース、デューク・エリントン C ジャムブルースを弾いてるんですね。ビッグバンドの曲でよく他のミュージシャンもやっている名曲なんですが、それをピアノトリオでやるというこの素晴らしい選曲、挑戦的であると思うんですね。もうあの有名なメロディー、その繰り返しだけでもですね、このピアノの音を聞くとですね、もうこれで決まりだなという、それぐらい思わせる、それほど別に弾く必要はないなと思うぐらいな、音数はいらないなと思う、それでもこちらに伝わってくる素晴らしい演奏だと思います。では今日はレッドガーランドのグルービーから C ジャンブルースをお届けします。ベースはポール・チェンバース、ドラム、アート・テイラーです。はい、ジャズだよ。